プロ野球は人気商売ですが、その人気とは何によって測られるのでしょうか。ホームランの数、それとも投げる球の速さ。いえ、違います。ファンの皆さんから検索された数こそが真の人気のバロメーターなんです。この番組プロ野球 SNS& 検索ポイントランキングでは、独自の方法で SNS やウェブ上で検索された野球選手をランキング化します。サーチポイントは SNS やウェブでの選手名の出現回数を集計して独自で数値化したものです。うん、続いてじゃあ4位の選手見ていきましょうか。4位の選手のサーチポイントが浅村選手と結構近いですね。競り合ってます。9159ポイントを獲得しました。ライオンズのスパンジェンバーグ選手です。こちらもそうですね、スパンジェンバーグ、スパンジェンバーグ、スパンジェンハンバーグ選手バレてるよ誰ちょっとでも今私も言うとき緊張しました。間違ったらどうしようと噛みそうですよね。そうですね。ここに来てまたカタカナの選手ですけれども、チャンミラどうでしょう。はい、なんもない、はい、チワワズっていう 3A のチームに行ったんですよね、海外に。チワワズ皆さん知ってます？チワワズ知らん。ぜひユニフォーム、チワワズユニフォームでググってください。面白いと思います。はい、以上です。チワワズのチワワは犬のチワワなのかな。そうだよ。そうなんだ、かわいいね。そうだよ、かわいいですね。すごくない？あ、出てきた。あ、ほんとだ。でもこれジェフでも同じようなのあった。マジ？ジェフユナイテッド市原千葉でも。ありがとうございます。全部千葉ジェフユナイテッド市原じゃないかな今確か。え順番変わったんだ。あ、そうか、よくわかんない。山本さんにちょっと理由聞いていきましょうかね。はい、そうですね、結構やっぱスパンジェンバーグは結構強烈な活躍をしていて、実は7月の2日と7月30日にサイクルヒットに王手してるんですよ、どっちとも。で、今シーズンそのサイクルヒットもちろん打ってる人はいないし、サイクルヒットに王手してるのもスパンジェンバーグだけなんですよね。これを7月2回やってるっていうところがやっぱ話題性ですよね。まあ、見出しにそのサイクルヒットっていう風になりやすい。そしてその 30日は残すところ単打だけなんですよね。珍しいですよね、普通三塁打が残りますけどね。そう、だからまあそこが、なんだろうな、この成功スパン、あ、だからサイクルヒットを達成してたらもっと良かったかもしれないけど、まあ2回とも何それ。チワワズ、ちなみにジェフユナイテッド千葉のこちらです。似てません？めっちゃ似てません？似てるの。すげえ似てるよね。めちゃめちゃ可愛い。チャンミラの画像がちょっとバーチャル背景と同化して、うん、使いますね。あともう一つ、はい、これちょっと違った目線なんですけど、結構最近で言うと野球ってデータで見られることって多いんですよね。ありますね。だから大谷翔平の打球速度だったりとか、そういったものとかデータで見られるんですけど、このスパンジェバーグもだから見られてるのは三振率が高いというふうに言われてるんですよね。1番バッターとかなのに 35% なので三振が多いというのでも話題がなってるって感じですね。なるほど。はい、スパンジェンバーグ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 。でもスパンジェンバーグサイクルヒットってめっちゃ長いですよね、見出し長い。スパンジェンバーグサイクルヒットなんかでもあれ確か登録名が今一番長いのがスパンジェンバーグですよね。ね、そうみたいですね。ちっちゃいカタカナも全部一文字になるってことだよね、きっとね。あ、そっか。そうか。入るってことですね。半角になるのか。